ポポロ広場から東に向かいピンチョの丘へと伸びている、階段ハドリアヌステージ代のオベリスク。1822年復元ピンチョの丘から見た、ポポロ広場ピンチョの丘は、ローマの歴史的中心地の北東に位置する丘。クイリナーレの北に位置し、カンプス、マルティウスを眺望できる。古代のローマの地域の外にあり、ローマの七級にも含まれないが、ローマ皇帝。 ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスが270年から273年にかけて建設したアウレリアヌス城壁の内側である。なお、古代ローマ期にはホルトロルムの丘と呼ばれた。古代ローマの有力な氏族は、特に共和制ローマ後期にこの丘の南斜面にビッラと庭園を建てており、例えばアルクルス庭園、サルスティウス庭園などがあった。 ピンチョの丘は古代ローマ時代にはコリス・オルチャローラムと呼ばれていた。現在の名称は、紀元4世紀にこの丘を所有することになった一族ピンキに由来する。ピンチョの丘の景色が現在のようになったのは1809年から1814年にジュゼッペ・バラディエが造園した結果である。在ローマ・フランス・アカデミーは1802年にビラ・メディチに移転した。 ピンチョの丘では、カジュリンの中に、幅の広い並木道が通っていて、深い茂みを通って、既存の建築物などを結んでいる。ビラメディチからオベリスクまでを結ぶ、並木道もある。このオベリスクは、ピンチョの丘に、目玉となる景色を提供すべく1822年9月に、建てられた。これは、エジプトのオベリスクではなくローマのオベリスクで、期限2世紀初めに、 ハドリアヌス邸が自身の愛したアンティのウスの記念碑としてもともとはマッジョーレモンの外に建てたものである。ポポロ広場を見下ろす位置にあるナポレオン広場もバラディエが作ったもので、そこから西にローマの中心部が見渡せるようになっている。バラディエはポポロ広場とナポレオン広場を途中に大きな踊り場を挟んだゆったりした階段で繋ぎ、 他にもスイッチバック式の馬車用の道を作った。またピンチョの丘の波木道には、ジュゼッペ・マッチーニの希望で著名な、イタリア人の胸像が並べられている。ボルゲーゼ公園は、ピンチョの丘と歩道橋でつながっており、その下の谷間を、ムーロ・トルト通りが走っている。ムーロ・トルト通りは、アウレリアヌス城壁に沿って走る道で、ピンチアーナ門に続いている。 アウエンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エスクイリヌス・パラティヌス、クイリナリス・ウィミナリス紀元前31年のローマの地図上に示した、ローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む、国天線は、セルウィウス城壁ピンチョの丘からの眺め。ありがとうございます。